こんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間です。今日はチャンネル視聴者さんからいただいたご質問。給付ってセンスですか？給付はどれくらい取ったら良いものでしょうか？といただきました。ね。どれぐらい取ったらって楽譜に書いてある分取ればいいんじゃないですかって言ったら質問の答えにならないですよね。はい。この質問は多分、まあ給付、例えばね、4分の4拍子で四部給付が書いてあったら1拍分休むわけですが、しかし、その1拍ってね、難しいですよね。きっかり一泊休むって言って、きっかり一泊分のところで前の拍を切ったら、すごくぶつ切りみたいになっちゃったりとかね。やっぱり余韻を残した方がいい場合っていうのも多々あるし、逆に余韻を残さない方がいい場合もあるし、そうなんですよね。まあ、確かに給付はセンスによるところが多いと思います。でもそう言っちゃったらお返事にならないので、センスによるところが大きいとは思いますが、私なりに、ケースバイケースではありますがお話ししますね。前にもね、まずこのコンテンツでお話ししたことあるんですが、これバイオリンの場合ですよ。バイオリンの場合、皆さんね、給付が短くなる傾向があると思います。言ってみれば、分かりやすく言うと、あまり休むべきものを休んでいない傾向が強いと思います。というのも、バイオリンってこう弓が弦に置かれてますね。で、例えば、で、こう、例えば、1、1、1って、こういう休みになってたとしても、こうやって弦の上に指を置いてた方が、安心できるところがあるので、またもう完全に繋がっちゃってたりとかね、休まない傾向が強いと思うんですね。でもだからといってっていうのも変ですよね。非常に難しいです。ただバイオリンの場合はやっぱり、皆さん給付が短くなる傾向が、あると思いますね。やっぱり宙に浮かせてみよう。もう一回着地させないといけないですね。そうすると一回着地させるとまたしっかりした音を出さなきゃいけないっていう、大変さがあるので、できるだけ給付というか、この弓を弦から離したくないっていう心理がやっぱり働くんだと思うんですよ。で、そこでおすすめしたいのが、まあ前にも呼吸のところで申し上げましたが、これはちょっとあまりにも今大げさにやってますし、ここまできっかり吸ったりしなくてもいいんですけど、ブレスをしてみることで、その給付を作り出すっていうことと、あとやった方がいい練習として、このこうふわっと上げてまた着地させるっていう練習、要するにこれ逆もやった方がいいですよ。ふわっと
と弓を上げてもう一回着地させる。弓が、弦から離れても怖くないよっていう練習をたくさんする。でもこれってすごく大事で、たとえあの弓を弦から離さなかったとしても、でこう、すごいベターってなりますよね。上げなくても上げるような手の使い方をすると、すごく音というか音楽が、フレーズっていうんですかね、音楽のフレーズがはっきりすると思うんですよね。だから、こういう、ふわっと練習とかって私は生徒さんたちに言ってますけど、こういうふわっと上げる、ふわっと上げて着地、ふわっと上げて着地っていう練習をたくさん積むことで、その給付を取りやすくなるし、給付までいかなくてもフレーズがはっきりするようなことができるので、これは一つおすすめです。であとこれ給付が短くなる傾向は、そのこれは今から言うことはバイオリンに限らずなんですけど、給付を今から取ろうって思っているのは演奏者自身なんですよ。当たり前ですよね。何当たり前のこと言ってるんだって思うかもしれませんけど、逆に考えると、ね、演奏者は給付を取っていることは知ってるんですが、お客さん、聴衆からすると、そこに給付がある、まあ、よほど有名な曲とかは別ですよ、ね、そこに給付があるという情報を知らないわけです。ということは、あなたが思っているほどお客さんは給付を感じていないってことなんですよ。これ音楽の表現、給付だけじゃなくて全部がそうなんですけど、本人が思っているほどお客さんは感じてないんです。だから本人は、演奏者本人は、あ、これ長すぎるかもって思うぐらい休んでお客さんはちょうどなんです。なので、自分的にはちょっと大げさすぎるな、やりすぎかな、長すぎかなって思ったとしても、あなたほどはお客さんはそうは感じていないということが言えます。なので、今いくつかポイントを言いましたね。バイオリンということで限れば、そのブレスをうまく使うっていうことと、弓をこうふわっと上げたり着地させたりっていう練習をすることによって、給付がより明確になりやすい、それから安心安全に給付を取りやすくなるということと、基本的に休みっていうものは、演奏者が思っているよりもお客さんは感じ取っていない、だから長めに取るぐらいでちょうどいいと私は思います。まあ、ただ確かにセンスによるところが大きいのでね、センスはね、持って生まれたもので後からは磨けないって勘違いしてる人多いと思うんですけど、私はね、センスは後天的に磨けると思いますよ。それはやっぱりいい演奏をたくさん聴くっていうことですね。できれば生で見るっていうことですね。そうするとやっぱりそういうものは後天的にもこう音楽センスって絶対ついてくるって私は思うので、以上、参考になりましたでしょうか。いいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。あなちゃんでした。